ここを我が家とする。鹿かな。足跡ある。ええとこありますよ、ほら。やっば、怖っ。拠点発見。すごい。ここを我が家とする。ヨコスからやりますか。ヨコス、その技術は任せるわ。あ、これね、ただあれがいるんですよ、枯れ葉とかが。あ、はい、どう、枯れ木、枯れ葉っすね、どっちかというと。あ、枯れ木もちょっと欲しいかな。でもコンロ作りをしましょうか。軽くこう囲って、じゃあここで技術を。ああ、ちょっと見て。あ、ちょっと待ってください。まだです。まずこいつにつけな。あ、神。はい。人生3回目の火起こし。あ、ちょっと待って。じゃあ、またここからも取っとるんですよ。この角度開けるぐらい。カス落としてんねん。そうなんですよ、このカスを落とすことが大事で、削るんですね、まず、結構カス落とすと楽ですね、やっぱ。に燃えよる。そうですね。この飛び散るんで。よいしょ。あ。よいしょ。すぐつくやん。そうなんです。人工物で。でもすぐこの日はすぐ消えるんで。あ、そうなんだ。言うてこの燃え上がって。終わりなんで、こっから火とかに火つけていかないと。あ、だんだん段階を上げていく、はい。
バッチリ。まだ安心できひんのじゃ。大丈夫。ライターなし。まだなんかこ怖いで、なんか消えそう。意外とそれが大丈夫。大丈夫な。隅に火を移さないとね。ダメですから。トング的なもんってある。あ、あったかな。割り箸しかない。まあまあ。すぐにできますからな。よし。もうちょっと高さです。まあ、この匂いがいいな、はい、やっぱり。この燃える匂いがちょっとだいぶ濡れてますね、葉っぱが。ちょっと落ちてきよんの、高さ燃えてきたら。ちょっと落ちてくると思います。まあ、で崩しましょう。多少はちょっと感じやな。まあ、これ見てんのもな。見てんのも醍醐味ですね。高さを網乗せることを想定すると。風だけ通しておいて。よっしゃ。いや、網か。まだやな。まあまあ、はい、ゆっくりね。はい、よいしょ。乗せて、よいしょ。椅子持ってきてよかった。椅子いるでしょ、やっぱ。腰痛になるんですよ、下に行けてると。結構椅子まだあるんじゃん、結構買ってある。あ、いっぱいあります。ファイヤースターターどこ行ったっけ。意外と簡単です。ああ。すぐやってる。かなって思わへん。こんだけ流れてる量多いですからね。こっち向きやったら、そっか京都の方に流れていってんねもんな。白くなってきた。なってきてます、うん、もうかなりなってきてます。多分結構もう暑い来てます。よし、じゃあ網用意します。じゃあ網も全部クーラーボックスの中で。
けます？うん、いいやだいぶ不安定ですけど2点で止めてるから。どうもないですよ、どうもないですよ、まあ、肉の重みで、はいはい、むしろ高さ高すぎるかなという懸念すらも、まあ試しにもう置いていくわ。 OK です。一切音ならず真ん中はちょっと高いかな、隅ギリギリで行きたいな、直接隅置くぐらいでいい。もうちょっと崩して、はい、崩して OK OK で、こうよし、大量完成。一気にいった、一気にいった。熱っ、危ない危ない、うん、なんか怖いな。こっちは安定してますよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫一気やね、来ましたね。じゃあいただきます。こいつ自身味ついとくからうん、うまい。よっしゃ。最近どうする仕事は？いやもう変わらず。変わらず。お回ってる。弟のとこ用意してる。はい。毎日だいたい飲んでんの。そうですね。生放送終わりで仕事終わりでだいたい、まあ、ワイン、ビールとかあるときはビールみたいな。こう出て、今年出たよ。今年出たよ。15日って書いてあったよ。毎年出て。11月15日って書いてあったよ。第3金曜日。へえ。11月やろ、うん、あ、だから予約せえっていうこと言うてんねんのさ。ああ、ほんとだ。まあ、ほんの、なんか俺のイメージですけど、ああ、めっちゃうまいもんじゃないっていうか、そうやね、その、まあ話題やから飲むけど、ああ、なんかあっさりしてる。そう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 、よう分かってきてるやん、うん、だいぶやっぱ飲みましたんで、うん、味の違いを。あ、かなりだ、一番軽いクラスの。そうそうそう、 あっさり、うん、まあ、フルーティーではあるけど、うん、まあ、なんか初心者は飲みやすいから、そのなんていうかな、僕が結構求めてる、うん、なんかグッとくる感じ、うん、ではない、えぐみみたいなのかは全然なくてまだ、あ、青い感じ、赤ちゃんいや、でも美味し
ほんまにだから5000円ぐらいのやつでも、うんうんうん、やったら飲んでるか。いやまあでもそこまで高いのはあんまり、あんまりいただいてるかもわかんないけど、言うてほら俺買ってんのってもうおすすめしてくれた、まあいわゆる普段飲みのやつ、普段飲みの真空パックのやつで、チリとかのやつ、それめっちゃうまいですもんうまいもんな。それがほんま、まずめちゃくちゃうまくて、なんかもう瓶のやつよりもうまくて、でまたほらその瓶のやつ開け最初の一口がうまいけど、ほんままずなっていくじゃないですか。それも分かってきためっちゃ分かりました開けてどんだけちゃんと閉めたつもりでも、まあその専用のやつとかでやったら分かんないですけど、あの真空にするやつみたいな、専用のやつでも、はい、あかんです。それでもあかんすか。だからもうほんま1日経っただけでも全然違うよ。そうもうまあなのイメージで言うと、その、まあ、あかん部分ばっかり際立つみたいな、いやなそういうような味になる。なんかそこもその要素もあっていいねんけどみたいな、それこそのえぐみとか渋みとかがもう際立ちすぎて、もう味違う飲み物みたいな。しかも弱いやん俺なんて。飲んでへんからですよ多分。いやそのテイスティングしてた時もやっぱり酔うんですか。酔うよ酔う。そこそこ飲むやっぱ。ちょっとずつちょっとずつ。ちょっとずつやね。まあ、それでも酔うわな、ゆっくりそうやってやってたら、集中してやってたらね。寝歌になるタイプやねん。ああ、でも試験どころやな、ね、毎晩だから。そっか、その試験勉強と、うん、試験勉強という名のもとに飲んで飲んで寝るっていう作業を毎日繰り返す。もう金もかかるな。だってええの飲まなあかんそれなりに。ええのっていうか品種やな。あ、うん、なんかリカマンとか行って品種ごとにガーッと買って、うん、で品種ごとに当てられへんかったらあかんってことですね。何種何種、例えば有名なのは。有名な赤やったら、やったらカベルネソービン、メルロー、はいはいはい、メルロー、はあはあはあ、品種と地方名か、なんかよく名前ついてんの。そうやな、ボルドーは。そうそう、それが地方。地方。ブルゴーニュとかよく。ブルゴーニュ仕立てね。だから料理とかにもよく、うん、書いてますよね。ああそれはだからその地方やったりワインの品種やったりする、それを使われてるみたいな。で大概ワイン合わすとかやったらその地方のやつ合わすからね。だからソースとか、ね。ああなるほど。ブルゴーニュのワインやったらブルゴーニュのソースとか使ったワインとか。そこの料理と相性がやっぱ一番。そう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 、実際のとこどうなんか分からんけどな。
コーヒーとか沸かして飲みたいな、ちょっとお湯沸かして